松潤さんこんにちは。まあ、公開コメントですね。これとってもいいコーナーだと思います。で、長くなっても全然構わないと思いますよ。で、 YouTube の発信者側の都合としてはですね、コメントを読むときにすごく長くなるとそれだけ動画の価値って上がるんですよ。プラスですね、視聴者さんからすると自分のコメントが読まれるかもしれないっていうので最後まで見てくれるんですよね。まあ、ですのでコメントが入ったのが例えば合計で10名だとして1人への返信が3分かかるとしたら10名で30分になるんですけども、それはそれで構わないかと思います。もちろん長くなると迷惑かなと思って短く切って返信するのもこれはねいい方法だと思いますけども、だいたいコメントの返信動画っていうのはイヤホンなどで聞きながら別の作業をするってことが多いんで、画面のね画面が必要でない場合ってのはだいたいほとんどの方がながら作業になってくるんですよ。だから聞きながら運転するとか聞きながら何かね家事をするとかになってきますから、長くなっても構わないというかね、なんか長いコメント返信の時があってもいいのかなと。もちろん短いコメント返信の時があってもいいですけどね。ということでね、今回まとめますと、当面はこの短いコメント返信でいけばいいと思うんですけども、このコメントにはちょっとねこだわってあえて長く返したいなっていうのをたまに設けたらどうでしょうか。例えばこのコメントに対して私はこんなことをね思い出しましたとか、昔のこういうエピソードがあるんですってことでちょっと10分20分話させてもらうみたいなね、一つのコメントを取り上げてそのコメントからブワーッとねドラマに広げていくっていう、そういうことがあってもいいかなと思いますし、あとね松潤さんらしくコメントいただいたコメントを元に一曲作ってみるみたいなのいかがですかね。これなかなか面白いんじゃないかなと思います。まあでもねコメント返信の動画とってもいいと思いますんで、これからも続けてみてください。それでは。